名古屋市中川区の旧本社、大東建築株式会社は、東京都港区に本社を置く建設及び、不動産会社。名古屋市創業。北は旭川から、南は沖縄までの47都道府県で235支店を展開する。賃貸住宅の管理個数では、業界トップ、供給ベースでも、業界第一位の大手である。主に自社が建築した。 賃貸住宅の居室をアパート経営のオーナーから借り上げて入居者募集や建物管理を引き受けその物件から得られる一定収益をオーナーへ支払う賃貸経営受託システムを全面に押し出している賃貸住宅の提案から施行、客付け、建物管理までシームレスに行っている2007年世界金融危機最中の2007年末より 個人資産管理会社を含めて発行済み株式の約3割を保有する創業者のただ勝見会長が株式を売却し経営から身を引くことを表明し全株式を取得して非公開化も含めた複数の投資ファンドへの売却交渉を行っているとの報道がなされていたが2008年10月3日リーマンショックの影響を受けた 株式相場の大幅下落等のため投資ファンドが資金調達ができなくなり売却中止を発表した。2011年3月24日に、ただ会長の個人資産管理会社代償が保有する全株式を自己株式の公開買い付けに応募し売却。筆頭株主から外れた。なおこの自己株式は同月に消却されている。子会社を通して介護事業や 保育施設運営、LP ガス、小学短期保険などの多角化を行っている。大東健宅、いい部屋ネットレディスを主催している。また2016年11月より、サッカー日本代表サポーティングカンパニーとなっている。2018年3月時点で連結し、会社28社、持ち分法的要関連会社3社を有している。 大東健宅の賃貸経営受託システムは35年一括借り上げを謳っているが家賃保証されたサブリース契約においても受託会社による賃料減額請求ができるとする最高裁の判例があるつまりこの方式は定額の家賃を保証するものではない入居率が悪い場合などは賃料減額の可能性があるため契約時は 十分に内容を精査し理解しておく必要がある。ほか、ありがとうございます。